かつて住処の森を焼かれたエルフたちは神奈川に住んでいた。うわっ、また使っていた通路が消えているだと。横浜駅の工事いつ終わるんだよ。完了前にエルフの寿命が来てしまうぞ。横浜、赤い靴履いてた女の子ぞのところにいないから探したぞ。遅れるなら LINE ぐらいしろや。これは関東ナンバー2の地で始まる新感覚異文化交流。作者は確かジョン万次郎。川崎、あれが生贄店だ。指輪を火山に捨てに行くような旅路だったな。ゴミを不法投棄するな。物の例えだ。眩しい。全員顔が良すぎるな。やだ、これ以上スッとボイル君の世話が増えるとか。現代日本は神奈川に普通に暮らしているエルフたちが織りなす異色ファンタジーコメディ、神奈川に住んでるエルフ第1巻好評発売中。マイクロマガジン社。